ていうか俺月光町倒しに来たわけじゃないと思うんだけど、なんで俺月光町と戦ってんだ。よくわかんねえな。俺は人間だ。人間の勝利だ。人間状態で初めて勝ったかもしれん。先進んでいいっすか。このソウルなんすか。ところで警戒しながら行こう。上を警戒中。上を警戒中。敵はいない様子。俺は今魔法使えるぞ。いい眺め。なんだこの。何これ。組み上がって骸骨みたいな 骸骨みたいなあれを想像しちゃったけど。遺体？何この人。見張り塔仮想の鍵。生殖の種火。鍛冶屋さんかこの人。帰還のコッペン。帰りましょうってことだ、これ。帰りましょうってことだ、これ、きっと。あ、帰ってもいいけど。あの人とは違う鍛冶屋さん？なんか、上半身裸で。似たような髪型だから。実は、あの人はすでに死んで、ここで石化している。あれは精神だけの存在だったんだ、みたいな。鍛冶屋さん。名前もう忘れた。裸足でここら辺歩くのきつそうだな。硬そう。たくさんの敵を相手にしなきゃいけないことになりそう。ここ入っちゃうと。でも取りたいな。取りたいよね。上級騎士。とりあえず逃げるわ。逃げるが勝ちじゃ。逃げるが勝ちじゃよ。ふぅ。あれ、こっちもしかして行き止まりなんじゃ。しまった。バカすぎる。使えない。あ、やばい、これ後ろに下がれない。後ろに下がったらさらに敵が増えちまう。あ、やばい、俺は終わったかもしれん。完全に終わった可能性が。あ、しかも封じられる。痛い。ガードしたいけど後ろに下がれないんだ俺は。ガード、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 ちょ、ガード、助け、助す、助かった。よし逃げろ。あぶね、あぶね、あぶね。怖えよ。はあ、なんとかなった。よし、レベルアップしとこうか。時給、時給、時給、時給3上げていい？いや、いいと思う。3上げるぐらいいいと思う。ドン、ドコン。これで、さらに、まだこれ、あ、上級騎士の兜。どうすか。いやー、かっこよすぎる。筋肉マン。ちょっと待って。こんな俺胸毛あったの？嫌なんだけど。まあいいや。これで行こう。え？仕掛け、仕掛け！仕掛け開かねえ。それともこの俺の姿を見て、ダメですっていうことなのかもしれない。規定に引っかかるから。屈辱的だ。うわ、すごい！万族すぎる。うっほっほっほ。どうだこの万族っぷり。イェーイ。かっこいい。ウザーマー当てにして。あ、素朴でいいね。素朴感がいいと思う。野蛮人だぞー。ファッションも楽しめるようになってきた。デモンズソウルの時にあんまりそんな気持ちになれなかったけど、ダークソウルを始めてファッションおしゃれになりました。テラゾーはあなたもダークソウルを始めよう。え？お？どれのこと？月光町のソウルのこと。おお、頼みます。生殖の種火。え、待って、生殖の種火なんてあったっけ。いい判断だ。進化できる武器がありません。そうっすか。ただ渡しただけにとどまりました。話す。古い教会だ。よし、教会。はあ、そうなんだ。
千の古城と黒い森の庭。センズフォートレス。まともな不死など見たことないけどな。ガッハッハだろ、さては。そうっすか。古い神々が作った試練の道、うん、あ、ノールロンドってなんか言ってなかったっけ。古城時代に入ることだってできしないのが大変だ。え、俺が向かってた、あ、あっちが千の古城か。玉ねぎ教って言われてんじゃん、玉ねぎの騎士。ダークウルガーデン定食の、あ、あそこにいたのは、あ、そういうことね。神聖武器欲しさに、なるほど、それを手に入れたということか。神聖武器を進化させられる武器がないってどういうことだろう。あ、もしかしたら一定まで強化しないと進化できないとかそういうことかも。割とありそう、前作そんな感じだったし。じゃあこれ5までやったらできそう。くさびしのかけら買いたい。まあいっか、なんか素朴だけど俺が求めてるものと違うな、この服は。やはり素朴さはいらない。つか今俺もしかしたら侵入されるかもしれない状況なんだな。そういえば怖くなってきた。早くこのゲームやめよう。ふう、皆さんこんにちは。最近ダークソウルの実況を始めて部屋がどんどん汚くなっているテラゾウです。あ、そうだ、大量に武器を強化しました。ガーゴイルのおのやりプラス5、ウィングドスピアもプラス1上げてプラス5、エストックプラス5、ファルシオンプラス5、バルデルの人と直剣プラス5。なんか知らんけど、あの、いろんな武器を対等にしようと思って稼いでたらいろいろ新しい武器が手に入ってしまいました。ストーリーとかは全然進めてなくて、レベルとかも上げていません。よろしくお願いします。今日は小ロンド遺跡に、コロンド遺跡かわからんけど、コロンボ、コロンボ遺跡に向かおうと思ってるんですよ、奥さん。あれ、どこ、ここ、ここはなんだ。あ、こっちか。早くも迷った。この槍なんですけど、腕力が足りなくて両手じゃないと扱えません。結構厳しいですけど、でもやっぱり強いなっていう、あの、骸骨ボコボコにしてたらめちゃめちゃ強さが分かりましたね。骸骨崩れるんで、斧の攻撃で。そこが強いなと、ちょっと感じることがありました。逆にファルシオンとかエストックはあんまり使いこなせてないかな。槍が相変わらず強い。ウィングドスピアすごい使いやすい。その、ガン立てしつつ、チクチクできるんで。盾を構えながらね、一つ武器はできるんですけど、エストックだとちょっと攻撃力足りないんだよなーっていう感じ。どうだろう。ガードもできるようになるなら、ちなみに、なんかこう、卵下しが蛇から手に入りました。あと、一時の呪いがね、2個しかないんだよね。ここで手に入ったのは1個じゃなく2個だったね。どうだろう。亡霊が、使ってみる？使ってみよう。はい。呪い。呪われたぞ、俺は。呪いの寺像。これ呪われてんの？書いてないけど何も。俺呪われてんの？全然わかんないけど。ちょっと一時的だから、さっさと。幽霊出てこい。幽霊出てこない。え？あ、出た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 。暗い。よし！大したことないぜ。え？届け。それ何？投げ技？いたー！ガードもできるんだよね、こうなると。なんか、あ、これ動く、あ、穴があるわけじゃないのね。穴があったら死ぬよね、多分。ちょっと足元注意しないとこれジャブンって言って死ぬかもしれん。船幽霊的な幽霊なんですか？君たちは。
ん、こっち行ける？ちょっと足元がさ怖くてさ、あんまり動き回りたくないね。一時の呪いくれ。ちょっと怖い。ちゃんと録画できてるよね。よしよしよし。さーて、さーて、あと行けそうなところとしては、え、怖っ。2発で殺せる。え、あいつ飛び道具使ってきそう。あ、怖い。いやー、捕まったらどうなるのか知りたいな。捕まりたいな、一体。捕まえて。アイテムとか落とさなそう。ソウルはどれくらい手に入ってる？てか結構俺ソウル溜まってんな、やべえな。死にたくないね。死んだらっていうか一時の呪い。あ、いた！いた！死んだら、あ、やばい！こんな時にハルバード。うわぁ、うわぁ、うわぁ、ぶん回せ。あ、死んだ、ギャッハ！興奮された。ちょっと一時の呪い限られてるんだからやめてくれ。これもう呪われてる状態なくなったよね、多分。だよね、しょうがないか。ちょっと防御しながら行こう。うん、やっぱり最初行くところウィングスピアがいいかもしれん。これで一時の呪いなくなったらどうしよう。なくなったら、あの、おばちゃん、おばちゃんつうか、かわいい声した、もうじゃに、4000、ソウル使って買わなきゃいけないけど、つうか1万ソウルぐらいどっか行ったんだけど、ちょっと待って。なんていうか、稼ぎで手に入れた、あっ、ね、稼ぎで手に入れた、あの、ソウルで、レベルアップするのはちょっと違うと思っていたので、すごい勢いでみそぎ石の、くさび石のかけらに変換したりしました。はい、できればね、こう録画内でこうちゃんと手に入れたソウルでレベルアップはしていきたい。っていうか、なるべくレベルアップしないでいきたいなと思ってます。なるべく苦労していきたい。ああいう風に囲まれるとね、どんな弱い敵でもやっぱり負けてしまうなという印象ですな。まあ頑張ります。ここら辺カットだろうけど。まあ大事なこと喋ってたからカットしなくていいか。ちょっと今回はソウルがやっぱり失われたので、慎重に行こう。で、呪われてるのかどうかわかんないっていう。今俺呪われてる？多分呪われてないよね。当然。と思うんだけど、どうだろう。呪われててほしいんだけど、呪われてないだろうな。いや、遠すぎるでしょ。ガードできてないから呪われてないな、多分。いや、だよね。呪われるか。しょうがない。うわ、もうこれかなり慎重にいかないと、ここ、断念せざるを得なくなるぞ。いやー、ダメだ。ちょっと弱い。ちょっと待って。魔法の武器使おう。で、慎重に今度は行きます。慎重に行きますね、今回は。一体ずつちゃんと倒していくという。で、後ろから攻められたんで、さっき。あんまり進みすぎないように。魔法攻撃乗ってないかな、あんまり。オッケーオッケー、3発で倒せるね。さっきあそこにいたよね。ちょっとガードしつつ、後ろ警戒しつつ行こう。出たか。いやー、あれだけ取りたいな、一旦取れれば問題ないわけだから。いやー、いすぎるー。あー、捕まった。怖い。いや、もう、魔法切れてんじゃねえかよ。意味あるかな、でも。魔法攻撃乗ってる感じがあんましないんだよな。よし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 。今日2発で倒せる。あ。
危ない。そうだそうだ、一時の呪いがあれなんだから、結局死んだらまずいんだ。死んじゃダメなんだ。ソウル取ったから死んでもいいやっていう勘違いを今しそうになった。めっちゃ伸びるじゃんお前。ヘイ、今日2発で倒せる。今日2発、スタミナ回復がやっぱ早いから助かるな。総門は総門の盾。よし、とりあえず全員やったんじゃない。蹴りを出す練習をしよう。蹴りがとっさに出ないし、逆に間違って蹴り出しちゃってる癖がある。おっと、まあ、こんなとこで襲ってこないんじゃないか多分。この武器をガンガン使っていこう。どこにあれがあるのかわからんけど、ちょっと背後怖いからね。ああ、ちょ待て、ひどい、それはひどい。背後どころじゃなかった。さすが亡霊。いてててててて、死ぬわ。あ、まだいる。ちょっと待って、待って、これもしかして壁に、壁が崩れるとかある？ないか、ないか、さすがになさそう。じゃあどこ行けばいいんだ俺。何、パリングダガーとか手に入った？別にいらんわ。あ、こっちか。なるほど、アイテムに踊らされたってわけかい。俺としたことが、シュシュ、あ、こっちだ、行けるね。ここにもいなかった。いたいたいた。え、なんか強そうなやつがいる。あー、バンシー的な。え、あう、びっくりした。今の叫びは何なんだ。あ、やばい、これやっぱりそうなるよね。あー、よかった。全然全然、なんか多分もっと進化を発揮する攻撃をしてくるんだろうけど、今回は楽勝だった。一時の呪いナイス。これでなんとかここまで戻ってこれるようになったと。ちなみにこれ一時の呪いっていつまでなんですか。言っていいかな。ちょっと回復回復、エストビンプラス1、確かにあの回復増えてます、ありがたい。で、すよ、あとなんだっけ、なんかそうだ、いろいろアイテム買った、怪獣石とかなんか1個持っとけって言われてたので買いました。誘い頭蓋とかもちょっとだけ買ったりしましたぐらいかな。あ、そうだ、火事箱とか防風とか底なしの火箱とか、なんかあんまり攻略難度に関係なさそうな便利アイテムはバンバン買おうと思って買っちゃいました。いや、やべ、え、え、え、ちょ、だ、あ、落ちる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 、バカバカ、危ねえよ、危な、危な、なに、なに、なに、誰、え、上にいた、ちょ、危な、ピヨって、ピヨってしまった。いや、え、もしかして、あ、やばい、呪い解けた、もしかして、とそんなことない。あ、やばい、呪いなくなっちゃったかも。一時の呪いやんないとまずい。あ、ダメだ、これはダメだ、もう切れてる。あ、ちょ、ま、待って、すまん。え、なんかさっき矢みたいなの飛んできてなかった？矢じゃなかったのか、あれ。俺の勘違いか。一時の呪いつけとかなきゃダメだ。よし。いやー、これまずいな。一時の呪い絶対必要じゃん。こいつらが落としてくれたりしないのかな。そうじゃないと厳しいぞ、ほんと。こいつらの攻撃に矢みたいなのがあったのか。いや、上を攻撃する武器じゃないのか、これ。ちょっと縦に切る武器ってなんか、あ、そうだ、ハルバードが、ちょ、まあいいか、とりあえずは。
いや、当たんねえ。当たんねえ。え？いや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 。俺の呪いは？あ、呪い聞いてる聞いてる。聞いてるけど届いてなかっただけだ、純粋に。一時の呪いじゃない。危ない危ない危ない。間違った間違った。買っちゃうとこだった。いやー、お化け怖いね。まだいる？もしかして。いない？まあ、アイテムで釣って、罠があるっていうのはすげえわかりやすいので、警戒できるんだけど、逆にアイテムない時の方が怖いって。いや、下からか、今度はもう！まったく！なぜそんなに戦略的なんだよ、幽霊のくせに。幽霊のくせに戦略的なのおかしいだろ。なんかなさそう。なさそうだけど、逆にあそこからジャンプするとどっかに行けるとか、ありそう。でもある。何これ？絶対なんかあるでしょ。絶対なんかあるでしょ。え？下にいるな。やっぱあそこ通れるな。絶対なんかありそうだけど、これ降りれるのかな？ちょっとそれが不安。あっ！やべ。つか狭すぎる。落ちそう。一の呪いないしかないんだから、まず早く進みたい気持ちがあるけど。いや、危ない。危なかった今。いやもう壁からどんどん出てくるよ。あっ、いるいる。もう怖いからもう行っちゃう。行っちゃっていいんだろうか。いや、いや、これまずいだろ。これまずいやろ。これどこだ、ここ今どこだ、わからん。戻ってきた。うわー、全然わかんねえ。あ、戻ってきてる。バカ、呪い解けちゃうでしょ。いやいや無理だろこのゲーム。あー、ちょっと言い過ぎ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 。お化け怖い。ちょっと待って、お前からだこの野郎も。いやー、もう回復したいけどどこに敵がいるかわかんない。終わっとんなこのステージ。これもう無理かもしれん。これ無理かもしれん。一時の呪いが一個しかない。どうすりゃいいんだ、そこ。ちょっと、でもソウル回収しないことには。そうだよな。ソウル回収して戻ってこないとまずいよな。